ちょっとね、形式忘れたけどね、 KM75 やったかな、ライトエースか、ライトエースか、ライトですね、これクレーム来たやつですね、ワイパーが緩んでたやつね。でチェックランプね、点灯したのでね、ちょっとね診断かけてみます。で異常あり、うん、やっぱり大津先生、とりあえずね診断を全部削除します。とりあえずね、一旦消えました。でこの車はね、前ね、自転車のおちゃんのやつもそうやったんですけどね、必ずね、もう一回ね、エンジンかけたらねつくやつはね、もう つきます、まあ、消えないっていうね、一回ね、かけてみます。これで、つかなかったらねなんか今度 ABS がね点灯しました。ETC カードが挿入。今度 ABS ついたで。今度違うとこついたで。もう一回ね消します。もう一回消します。これつなぎながら入れたらあかんのかな。マジか。まあ、とにかくエンジンチェックランプは多分つけへんあれしたから。抜いてからもう一回入れてね、ちょっと診断かけてみます。いや、 やっぱありで出てるな。まあこれはね多分ね大丈夫だと思います。これでもう一回ねかけてね、 O2 はねいけたので、いけたよね、音をついてましたね。しょ、ちょっとね走ってね、音を消してからします。 ETC カードが挿入されました。やっぱりね、このこいつを差してたらね、ABS ランプね、点灯します。一回僕はこれで消してね、確認します。診断ね。やっぱ消してもね、オートセンサーつきます。これね、もうオートセンサーね。この車はね、もう必ずなります。よっしゃ。オートセンサーはね、またね、機械があればね、やっていきます。で抜いて、エンジンをかけるとこの ABS のねランプがね点灯します。他にもねいろいろ動画出してますね、見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。